この番組は視聴者のためにパチスロライター木村魚拓が私利私欲をして大当たりと女の子のすっぽんぽん、そうスロとエロの融合を目指し奮闘する前代未聞の番組である。魚拓と成瀬の月とすっぽんぽん、もういいじゃん、グイちゃんペロッと、キモいよ。パチスロで勝てないパチスロライター木村魚拓と最強素人なるせここみ&勝利の女神朝比奈由紀がまたも北海道で勝負。ルールはいつも通りシンプルに最終獲得で玉の多い方が勝利となる。そして魚拓が勝てば初川みなみちゃんの生着替え&無夫婦な写真を視聴者プレゼント、ご期待あれ。そんな初川みなみちゃんを迎えてまずはこのコーナーから。魚拓のご本人さんいらっしゃい。というわけでサンプル動画を見ていただいてるんですがどうですか。腹立たしいとまさにこのだって。何してんだ南はこれ。セックス、綺麗な体ですね。そして何よりフェッパーは可愛い。ショックショックショック。さっき脱がしたいって言ってたのめっちゃエロいじゃん。すごいですね。なんでこの世界に無夫婦の世界に足を踏み入れたのか、うん、まあね、勉強したいってそれはなんか違うような気がするな俺。でも結構大好きって言ってたから。だからそれは結果的に大好き結果的に好きなんだ。その好きの入り口は本当は違うんじゃないかって俺は思うんですよ。聞いてみたい。聞いてみましょう、はい、ではご紹介します。みなみちゃんです。失礼します。よいしょ。何してんだみなみ。あ？ダメでしょこういうことしちゃ。恥ずかしいですね見られるの。ゆうちゃん本当に何なのそんな。本当に知り合いの紹介です。知り合い人呼んでこいよその紹介して。なんでその知り合いって。その時大学入ったばっかりで。入ったばっかりで。でこんなのどうって言われて。それがこれだったの？なんか騙されたわけじゃなく。最初から AV って聞いてて、うん、で AV 事務所に一緒に行って。なんで行ったのそこ？なんか話だけ聞いてみようって言われて。あ、とりあえず。そう。そしたらなんかもうトントン拍子にあっという間に撮影になってました。釣り糸って垂らす職もんだね。こんな大物引っかかるのね。すごいですね。そこにためらいなかったの？エッチな女性ってモテるって思ったんですよ。そうだからテクニックを学ぼうと思って。俺親だったらその理由で殴ってるからな本当にだってそこまでにエッチなんだってモテてたわけでしょ。モテてないんですよそれが。本当にもっと田舎から出てきた感じの垢抜けない子だったんですよ。ちょっとショックだな。でもショックって言ってもこの仕事やってなかったら今日会えてないわけですからね。この後どうしたんや。この後は何でもビジョンがあってっていうことじゃなくて。でもなんかお嫁さんになりたくて結果。ちょっと待ってよいろいろ違うぞおい。ねえモテたい、はい、エッチな女性ってモテるんじゃないかなってヒュッとムフフの世界行ってでその後のビジョンはお嫁さんになりたいって違うねやってること。いや、ね、今これでエッチな女性になってモテるようになって最終的にお嫁さんになるともうバンバンがいるね。じゃあお嫁さん、じゃあどういう旦那さんがいい。私おじさん対決。じゃあ3つ、おじさん3つですか、おじさんいちいち、このことやめてもらっていいですか。おじさんしかいねえから、おじさんしかいねえから。あの、年上のおじさん。あ、年上のおじさん、はい、おじさんっていくつぐらい。お母さんたちより下がいいので45以下がいいなと思います。で、あとは清潔感がある人。清潔感。あー、残念ですね。すぐ言うそんな清潔感、年上、エッチの相性がいい人。こればっかりやってみないと分かんねえな。二人に質問です、はい、それってやっぱりしてみないと分かんないもんなんですか。しないと分からなくないですか。分かんないと思います。女性から見た相性ってテクニックの話なんですか。そうじゃない。
相性って何？なんかテクニックとかそういうものの形とか大きさとかではないですよね。なんか欲してるもののベクトルが一緒ってこと？なんかあ、こうしてくれたら嬉しいのにとか、もうなんていうんですかね、力加減とかいろいろフィーリングが合うというか。私は割とスローセックスが好きなのでゆっくりしたエッチが好きなんですよ。だからガツガツしたのが苦手ですごい変態な顔だそうだね、俺もね、スローセックス、そうだからそういう時間をかけて、時間をゆっくり、ゆっくり、もういけんわって伸ばすんじゃなくて、そうなんです、ガツガツしてる人があんま苦手です。最初の話したりしてフィーリングが合わなければ絶対エッチまで行かないじゃないですか。だからエッチまで行ってエッチも相性が良かったら付き合うと思います。そりゃそうですよ下手な話、45歳でひげ剃って清潔感出したら付き合う前に結果やらしてよ。ちょっとだけだってさっきもそういう目で見れないって言ってたじゃん。本当頑張山田天気みたいにコロコロ変わりますね本当に頑張るじゃないですよ。もしかしたら足バッチリどうする？だからココミンさんに相談します。魚作さんと体の相性合っちゃったら勘弁願いたい魚作さんがみなみちゃんと付き合ったら本当に嫌だな。俺と相性がいい女勝手に決めないでください勝手に決めないでください。スローにできるんですか？意外とパッパッパッタイプじゃないですか？まあせっかちやからね、うん、やらしてくれって土下座してくるよ。ちょっと見せるの無理かも。だからあれですよ、一回要するにしてから会えばちょうどいいですよね。スローな感じになるじゃん。あでもわかんないですよ、スローが今まで好きだったけどその感じがまた、え、よそでしてからって言いましたああ、もうダメ相性がやだやだやだ嫌ですじゃあ力技でいくわ